では続いての演目に移りたいと思います。音も神楽保存会の皆さんによる盆舞です。こちらも保存会の方から演目の紹介をいただきます。あ、皆さんお晩でございます。照明が明るいの東山です。よろしくお願いいたします。盆舞ということで、盆舞というのがね、書き物が全然ないもんですから、伝承についてどういうふうにこう伝えてきてるのかというのも全然わからないんですよね、書き物がないから。だけども、知ってる方に聞いたりすると、なんか盆舞はちょっとした間コンビでちょこっとやったような休憩時間のような感じの踊りだったようです。だけども盆を持って踊るからちょっとめでたいのかなっていうふうに感じております。署名がかかれば来ましたね。それでの最後に盆舞をやってる方に今日は感想を聞きたいと思います。どんなふうな感じでねやってるのか、おいなはちょっと脅してしまうからばやめてしまうかなと思ってました。それでは盆舞です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you.
ところを大変申し訳ありませんがお願いいたします。はい、何を紹介ですか。今日、はい、今演目披露してみて、はい、いかがでしたか。疲れました。まずはお名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、おとも出身で今町の方に住んでるんですけども、東山良二と申します。町会のおとも地区出身で、おともカヌラを、小学校6年生の頃からやって、今37歳ですので25年くらいやってます。ただ、若い頃は良かったんですけど、見ての通り動きが複雑なので関節とか筋肉とかがどんどんもう筋肉痛になってきて、今日も多分開始2分ぐらいで、ももの辺りが肉離れしそうになって、あまりいい演技を見せれなかったかなと思うんですけども、だんだんにちょっと若い子見つけて、また、踊りを継承していきたいと思っております。なんか先ほど、この、盆舞ですか、あまり資料がこうないということをお話しされてましたけれども、実際その小学校の時にこの盆舞を やり始める時、どうやって覚えたんですか。これはもう先輩方、うちのお父さんの世代の方々が踊っていたのを教えてもらって、あとただ難しい動きもあったので、小学校の頃は簡単な動きだけでやらせてもらったりしたんですけども、それでどんどんちょっとずつ、慣れてくるとどんどん難しいことをやってっていう形で、やらせてもらいました。まあ、今後どういうふうにこの音の神楽っていうところで継承してやっぱ残していきたいですよね。そうですね、音の出身に限らずやりたい人いれば誰でも構いませんので、お孫さんでも連れてきてもらえれば、いっぱい教えますんで。これくっついてないんですよね。あ、くっついてないです。触っての通りただの木です。木でした。本当になんか手にこう接着剤がくっついてるかのように落ちないんですけど。あ、強いて言うなら手汗くらいですか。手汗ですか。すごいですね。はい、それも慣れてくると落とさずにああやってこう、はい、やれるということなんですね。そうですね。素晴らしい。ぜひね、この音も神楽の盆舞というところにもね、興味持つ方は、小さいお子さんでもできますか。小学校からやってたって。できます。あと、いいポイントが、一戸町だとうちらだけなんですけども、盆舞やってるのは。あまり詳しい方いないと思いますので、逆にちょっとミスしても誰も気づかないっていういい点がありますので、そういう意味も含めて、やりやすいかなと思います。ぜひね、楽しみながらこの盆舞っていうところで一緒にお友神楽の皆さんと継承していただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。